フランツ・ライク・ライトナーフランツ・ライヒ・ライトナーは、ナチス・ドイツのソビボル強制収容所の所長を務めた人物。親英隊の隊員であり、最終階級は、親英隊隊員。オーストリアのチロル出身、リンツでドイツのゲシタポ工作員となり、1936年に正式にナチス党に入党した。さらに1937年に、親英隊員となった。 オーストリア併合後、リンツ近くのアルコーフェン・ハルトハイム城のハルトハイム安楽死センターで障害者の安楽死計画に携わった。1942年9月にハルトヘイム時代の同僚だったフランツ・シュタングルの後任としてソビブル強制収容所所長に就任した。1943年2月12日には新英体全国指導者、 ハインリヒヒムラーがソビブリを視察しており、その際に親衛隊隊員に昇進した。ライヒライトナーは、やはりハルトハイム時代の同僚だった、親衛隊総長、グスタフ・アグナーを徴用して、彼に囚人たちに激しい迫害を加えさせて、シュタングル以上に厳しく収容所を支配した。彼の管理下で何万というユダヤ人が死亡した。 1943年10月14日、ソビブルで囚人の大脱走があったが、この日は、ライヒライトナーとワグナーが休暇で収容所を離れていた、日を狙ったもので、ライヒライトナーはいなかった。しかしこの騒ぎの責任を取らされ、ソビブル強制収容所は閉鎖、ライヒライトナーは、イタリアのパルチザン総統の任務に送られた。そして1944年1月に、 パルチザンにより殺害された。ソビブルの囚人の大脱走を描いた映画、脱走戦線ソビボーからの脱出では、エリック・ P ・キャスパーが、所長、ライヒライトナーを演じた。アークウェブページ11マーチ2009閲覧。事実関係の記述は、基本的にこれによる。ありがとうございます。